津波の家を持ってブーイングするやつが中継に映る。これやべえだろ。くさ、無事に帰れると思うなよ。ガラガラならわかるんだが満員で怒るの珍しくね、こういうの。日曜にこんな他人の悪口に時間使う人生って。うわうわうわ、アンチそこまでやるか。死ぬのはお前なんやで。た津波ボーイズってどういう意味？家なのこれ？短くてようわからん。愛されてるわ。すまんくさ、炎上商法やん。なんで球場行くんや。た津波ボーイズってなんだよ。さすがに家なら応援団とか係員から注意されるやろ。ちゃんと黒のリボンかけろ。家ではないやろ。た津波もよくこれでやまないな。かわいそうだよ。さすがにやっていいことと悪いことがある。カメラも抜くなよこんなん。わいも思った。さすがに映すなよ。モノクロた津波結構かっこええやん。なんで毎日こうもネタみたいなことばっか起きるんや。ここ、こいつ来前ガチの家作ってトラブってなかった？ただのモノクロ写真なのはその対策ちゃう？入場料はジャジャース。さすがた津波さんの集客力やで。来年も再来年も続投やな。た津波さんに家用意されてまうやろ。た津波ボーイズ意味深。ただのモノクロかと思ったらブーイングしててくさ。横断幕掲げられてないならまだマシやん。パン、額縁に入れろ。休みの日に金払ってブーイングしに行くとか頭おかしいのか。ライン考えろよ。キモすぎるわ。野球は嫌なら見に来るなという文化でしょ。モノクロにするとただの組の若頭やん。言うほどええかこれ。これで中日ファンの民度がいいとか言ってる盲目マジなん。やべえだろこいつら。素晴らしい家。そんなに嫌なのに金払ってバンテリンドーム来るのくさ。なんか入りはええらしいな。目がいってるやん。中日成分どんだけ摂取してしまったんや。払いたい。